なんか闇メイクみたいなのかどうしよういいかなるいちゃん <laughs> ありがとうるいちゃんこんばんはゴーちゃん <laughs> おかえりなさーいちょっとあのー、早いこの早い時間にちょっと配信してでちょっとあのー、この後あのー、バタバタしましてえー、2 0 23時頃から、えー、ポコちゃんをやりますでござる <laughs>、えー。V 字回復のはずだった。V 字回復のはずだった回復してないんでしょでも。回復してないんでしょでも <laughs>。この後デートなの。あ、そう。ゴーちゃんと一緒に夜景が見えるレストラン <laughs>。 <laughs> この後はあの夜ご飯をちょっと買いに行って作ってあとあのちょ,っとちょっと早急にやりたいものがいろいろあってやりますあいちゃんこんばんは早いねありがとうひろきさんえそうかなもう今夜の22時だけどね <laughs> <laughs> えーっとバタバタする,す,るす,るするバタバタするでござるそうあそう あのさいやそうあのー、まあぽこちゃんで後で聞こうと思ってるんですがどっちみちえっ、ー、と12月13か20の夜は皆さんいかがお過ごし <laughs> ?13 か20の夜は皆さんいかがお過ごしでしょうか <laughs> 夜か、まあ、夕方以降夕方以降ですねえっ、ー、と、えー、こんばんはお弁当さんこんばんはおかえりなさいえっ、ー、とこんばんはあキャスターこんばんはありがとうおかえりなさいあのー、どうせあのー、後でポコちゃん聞くんですけどそうさあそこら辺になんかあるだよーって感じ何日って言った ?13 か二 20! 13か20でーすあとねーまあうんうんうん13か20えーとニャ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 えー時差ボケーうんなんかちょっとなんか GoTo ト,トラベルしてきた <laughs> おかえりオルテガさんこんばんはえー、12月は予定何一つないじゃあもうねもうバッチリだ <laughs> バッチリだ その前にその前にまずホイホイはちょっとあのね。元気にあの回復してもらって、あおいちんのキッチンダイブのおすすめの弁当は何ですか？えー、おすすめあおいちんはあのー、まあ、お弁当もいいけども。とりあえず肉じゃがが好きなんですよ。キッチンダイブさんのだからあのー。 何キッチンダイブねあのー、まあマーターさんもねこんばんはこんばんは <laughs> あの食べたことあると思うが肉じゃがをまず食べてほしいえー、あとはなんかね最近結構日によって作る弁当があのバラバラなんですけど1キロ弁当はよく食べてましたそうあとはね、まず何あと何あと何かなあとうなぎですかそうえー、と えー、何日そうそう13回二十早いななんか悪いものを食ったこんばんみあっこんばんみあかってておかえりおかえりいやあのー、なんかちょっとさーあれ食べました温泉卵 <laughs> 全然悪いものじゃないこんばんはるごたんこんばんやすいにゃんおかえりなたーいありがとう えっ、ー、とどうした早いな。こんばんは土田さん。おかえり。えー、13! 適当に言うだけ。13ってさ、いいよね。なんか、響きがね。あいつら、おいたん。あよゆうけどん、こんばんは。おかえり。えー、12月、生誕ラッシュ。12月にお誕生日の人、あんまりいないな、おいたん。あんまりいない、周りに。素敵ありがとう。今のところ大丈夫。よかった。まあのー、うーん、13。 もしくは、20の夕方以降に、入るでしょう。お会いするイベントが、お会いするイベントが。はい。で、ちょっと12月、でもあのね、そう、12月後半からですね、あのー、オンライン、オンライン飲み会じゃないけどさ、オンラインなんちゃらもやろうかなと思っていて、そう、なんかちょっと詳細決まり次第お出ししますが、いやさー、コロナがさー、 増えつつあるじゃないそうさ大人数で飲み食いがね、いやーしんどいよな、ドスコイって感じ、ドスコイ。えーと、うん、今日も美人だね。ありがとう。なんかちょっと照明が強いね。ピッ。えーと、いい皮膚してるね。いい皮膚、そう今日いい皮膚の日らしいよ。三角チョコパイ、食べた美味しいでしょ声の三角チョコパイ。ど,どう 多いたんはなんかもう一回食べたいなでも普通のね三角触媒もまだ今年食べてないから食べたいえーと土曜日の夕方か GCH の時間じゃん土曜日の、no! 日え日曜だよね日曜ですえーどん一円弁当発見したああーねー一円弁当なんか逆に申し訳なくなっちゃうなんか多いたんえーどん か遡って、今のとこ大丈夫か、ちょ、っとちょ、ちょ、ち二十20日は予定あり。20日は予定ありどこ行くのえー、ポ僕は何時からは二23時予定。おすほら、ウォーベうわ、いいな、ウォベおかえり、ブッチさん。いいな、ウォーベイ。えー、キエタンとか、あ、そっか、キエタン12月か。キエタンはね、優しいんですよね。えー、コミュ、あ、コミュモ中に、あれおかしい,いな、リいね、とか言っちゃった。っあ、コミューモか。 結構いいじゃコミュはあの青ちゃん誕生日の時にあのー、オンラインスタバチケットいただいたんでお返しします <laughs> えー、早いのあこんばんはのお宅でご飯食べたんえー、13アタック25で最初に正解人が人は取るパネルそうなのそれ取ると勝てるわけ13の方が抑えやすいかも今のところでもさそう20ってなかなかにクリスマス近いなと思っていてそうあのー 13でもよまあ夕方は大丈夫ですよ13はいやそ13はワンチャン置いたオーディションのなんかあれが入る可能性があるんだがまあでもそういうのは大体昼だから夜ならオッケーだろう、まあ、13が今濃厚ですも正直そう、うん、13か20だけど12月13日曜の夕方以降が濃厚でござるえー、っと収容人数の50%ならばオッケーだよいやー でもねでもねなんかなんか、うん、そうだなんかどうみんな周りのさ応援してるさタレントさんとかさアイドルさんとかさオフ会とかさどんなんでやってる今なんか何 なんかどんなんでやってます皆さん。えっ、ー、と、20で恐れているのはかぶること。いや、絶対そう。ありえるよねあ。だってありえるよね。ハマチだけね、12歳の突破、ハマチ好きなの夕飯食べたらいつの間にか始まった。えや夜ご飯は何食べたんだいえー、13番のパネルはど真ん中じゃろえー、そうだっけじゃ番号の位置まで把握してない。あの確かに真ん中が大事だね。13日が理想。13日、いや えっとポコちゃんのクマクマクマの筆イベ参加者少なくて美味しいらしいよ。え <laughs> クマの筆イベそれねどういうことどういうこと筆筆がもらえるイベントなんですかそれって。何なんか何ですかそれは。えー、今無理しておやる必要ないっそうそうだ無理はねせずただまああのー、年内に一度お会いしたいのとまああの何、ー、ちょっとクリスマス。 クリスマスマイベント一緒に味わいたいたって感じそうであのー、会いに行けないよっていう人のためにオンラインをやろうと思っててそ会いに来てくれた人もいいんだけどねそうだちょっと後でポコチャででんかゴミ箱がさすごい蓋落ちるんだけど後でポコチャでその何んか,だかオンライン事情も、あのー、オンラインなれないとかあるじゃんそう,だからそういう事情を後で聞こうと思っている。 うーんとあっちは5、12、19は決まってるあれそう見たバーチャルなんとかツアーでしょえー、50人くらい入れる店20人くらいのおフ会いがい多いかなあー場所的に50人くらい入るあーなるほどねそうだってねこう距離感がね13日の大食い大会楽しみいやーそうだから食べ物なしでちょっと <外>で <laughs> いや寒い <laughs> <寒う笑><寒う笑>イルミネーションをって考えてるんですけど一旦そうあのーどっかで飲み食いを考えたんだが最初いやー厳しいかなと思って思ってちょっとあのクリスマス近いイルミネーションかなと思って言うであのー。 ってていいうのを考えているで私は中にサンタの服を着ておいて適キとるときだけあのこっそりサンタになるよっていう <laughs> そうイベントかなと思ってる今えっ、ー、とバーチャルだから東京にいるけどねああねバーチャルってなんかなんかなんかドキドキだねえー、ポコちゃん熊野筆メイクブラシ3本セットチークブラシアイシャドウブラシ携帯 <laughs> いいねいいけどいいけどいいけどなんかそれのために応援してもらうのなんかさか上,位あ上位3人もらえるすごいねそれのためにこうなんか応援してもらうのなんかこう複雑だねなんかすごいねでもす,すごいねなんかポコちゃってさなんかさもらえる系多いよねなんかね、えー、よく見ていらっしゃるさなんかでそう流れてくるからさメンバーフォローしてるとさあーでも土曜はねあんま置いたらね あのー、入れる予定がなかったんでそうえっ、ー、と日曜は日曜で GCH 地方競馬中継日曜場なら録画は録画録画録画<笑><笑>、えー、年内かわいわダイエット終了予定の2月までライブなんかも行かなってだかなんか次会う時はもうゴリゴリのもうスマートな飲んだくれでお会いできるね昨日の神田明神ライブもスタンディング700人だけど椅子で250ぐらいだったらああねーだからなんかー こうやっぱクラスターとか起きたら怖いのもあるしそうなんかいろいろね何かあった時突っ込まれるの怖いからねそう例えサンタの勇気、えー、尊敬に <laughs> <laughs> いやだからそう着といてだよ着といて着といてそうチェキ取る時間みたいなのあるじゃんその時だけやっぱねサンタの格好を見てほしいから脱ぐっていうそう <laughs> えっと何しとんあっ江島さんこんばんはおかえり配信してるおかえりこんばんはー <laughs> えっとポコちゃん17ダウンロードしてないえあのー、17はおいたんあのやったこと ないんですけどなんかうんポコちゃんのなのも17もんかわかんない変わんないなんか感じがしてるそうえ死、ー、体は10ブロックあるけど参加者が0から3人参加者そんな少ないんだねまあでもやらないと思いますそう <laughs> やらないと思いますそう <laughs> でもあのー、ポコちゃんってなんかいろいろさイベント見るけどそう何か何々がもらえるかバナーかなんかそういうのが多いなと思ってる一応理想の体型は なんかおいた目悪くなったかもしれんどうしようえなんか目悪くなったかもなんか文字が見にくいえっ、ー、と軽量級ボクサーだけどそこまで持っていくのは地獄でいやボクサーのさんもあれだとだってね厳しいあれを耐え抜いてだよそりゃあすごいよそりゃあ2月どころか1年ぐらいかかるんじゃないわかんないけどまあんか あの、うん、スマートになったらじゃあ会いに来てくれえメガネかけるしかそうなんかおかしいなうんなんかね最近ねなんか目が目がよなんか異常なんですよなんかすごい多分なんかドライアイがすごい進んでいてもう朝目を開けるじゃない朝起きて目を開けるともうかなんかカピカピって感じうわーカピカピって感じえードン うんと17嫌い台湾発のアプリだけどアプリ重いし太いし無料コインがないあっえ無料コインないのはちょっとあれだわねそうえー、ひまりさんを呼んでんどこにえっ、ー、と疲れ目じゃないえそうなのかなあでもね言われたなんかあいちん一回なんかあのー、その首とか肩周りをなんかマッサージしてもらった時にこの前あのー、なんかその 眼精疲労でこの首の裏が腫れるところみたいなのがあるらしくてそこがなんか腫れてるよって言われてそういてえっ、ー、と15年前の1.5倍近くある今体重体重 ?15 年前 <laughs> 15年前ってあのなんかさ葵ちゃんがなんかこう見,て見せてもらった写真のあれってことえ1.5倍 ?1.5 倍 ?2 倍じゃないだけいいようん。 カピカピあっ大星さんこんばんはーおかえりなさーいダイエット完了したら会いに行くの <laughs> どうしよう別人で気づかなかったらえー、一七ごちゃごちゃしててなミクちゃポコちゃって感じああねそうだなんかうんあのー、まあミクちゃはまあミクちゃはねそうオーディション系のねイベントがだいぶ増えたけどまあやらないと思います 0.1、えー、トン切るところまで来たで、だが、ウオベで超絶リバウンド中そう、魚、なんか寿司ってさ、魚だけならいいけど、寿司ってさ、このなんか糖質の塊みたいなね。えー、今、ライバー応援してるのは、ショールーム、ミクチャ、ラインライブインスタライブがメインか、あ、インスタライブね。インスタライブは一回やったことあるけど、なんかよく分かんなかったんだよね、あいた。えー、あれはまたちょっと太い、えー、嘘だろ、えー、そんなスマートなハク様、でも、 なんかとりあえずいいよ冬は冬はちょっと脂肪がないと乗り切れないよカピカピって何の話あれあの目がねなんかねドライアイがあれなんですよおかえり僕と体重減ったゆきゃどん体重減ったの実はイケメンかもしれんでいや元からイケメンだよ大丈夫えー、こんばんはお疲れ様ですあブルーライトさんこんばんはおかえりえっ、ー、と8 1キロだったが えーとあれより前に体重4 0キロ台に入ったら倒れたいやね男の人ああいったんでも痩せすぎな方はあのー、なんか心配になっちゃうからあの痩せてるか太ってるかなら太ってるかの方,太ってる方がいいかなと思うそうまあ太りすぎもあれだけどそうちょっと痩せすぎてるとちょっと隣こうなんかねあのー、ねイベントとか隣とか前とか二人で話すとき心配になっちゃうなーと思ってそうえっ、ー、と キロだったあーすごい7キロはすごい、えー、できればハマチの刺身の盛り合わせでほしいがまあウオベだからね目か目だよあいたまるこんばんはあっよったまるこんばんはおかえりなたーいありがとうございますまあそんなこんなでちょっとあのー 早い時間でしたが皆さん来てくれてありがとうえー、起きている方は23時頃から、えー、ポコポコチャをやりますのでえーぜひともお越しください23時もしかしたら過ぎるかもですがそうちょっとまた後でファミリーでいまーすんーえー、なんだかんだで現状維持現状維持1番相手に会った日から痩せた素晴らしい素晴らしいよそれ えー、精神安定のために食べてるみたいだからでもそうあいちゃんもねそうなのよあの何、ー、んかこのストレスがたまるとひたすらに食べる時ときと全く食べなくなるときとかあるんだけどそうひたすら食べるときはもうなんかねあれって感じでだいぶアイダーくねうわっエジブさん眠くなっちゃう眠い眠い、えー、今手を挙げるまで服着てないように見えてて心配してたのあこれ嘘ええー、っこっちっちゃいジャケット ごめんねえー、2週間で5キロ増えたことあるやばいなやばいな二週でも青いたんもね冬青いたん結構太りやすいんですよやっぱ脂肪蓄えないと冬乗り切れんくてちょっと気をつけるね青いたんに会えないから痩せたあそんなにいいじゃないいいダイエット <laughs> はいということでコメント長いちっちゃったけどいたらごめんなさいまたコメントあってください ありがとう、4位、アルテガさん、ありがとう。えー、3位、ハーク様、ありがとう。えー、2位、アルミンミン、ありがとう。1位、ホイホイ、ありがとうございます。えー、右上のハートが白い方、ぜひ、えー あと、葵ちゃんのツイッターや、あー、この後ツイートしよう。ツイッターやインスタグラムぜひフォローしてください。お願いします。あー、でもインスタ更新しようかな。<laughs> <laughs> SNS 更新するのにいつも悩む、葵ちゃん。なんか。えー、ありがとう、ほいほい、だるま。あー、リムククス、おかえり。ありがとう。あ、カジブータちゃん。ありがとう。はい、ということで、以上。 以上葵たんこの <laughs> ナンバー葵でしたまた後でねおやすみ